何アルタみたいになったんだよ。僕はあの君があの紅白であの短パンで歌うとは思わなかった。なんで短パンで歌うな。僕はええ根性してるなと思ってね。NHK で玉出したん君だけですから、ね。行きましょう。はいはい。さあこちらでは今夜のミュージックジャンプはこの方。どうも。かわいい頭ですよ、ね、もう絶対そうくるんちゃうわ。いやいや本当にかわいい。おお跳ねてますね。外巻き外巻きじゃない。いやねあの今日お会いするまでねあの出身がね一緒やって知らなかったんですよ。そうまあ同じあまあ自分たちはまあ、はいはいはい、さっき話したらね、はいはい、もうごっついね近いところに。あんまり普段大阪弁喋らないでしょ。いやいやあの関西弁ですよ。あのいやテレビでですよ。テレビ言うてもあんまりほらほらもうなってるもん。Yeah.
人やのに喋りやすい人いませんね。ねえ、出身一緒やから。あそこ知ってるかとか。うわ、でもちょっとびっくりしましたね。ローカルもローカル、めちゃくちゃローカルじゃないですか。まあ遊んでる、ほんまごめんな。遊んでるところがね、サンサンタウンとかだと。サンサンタウン。サンサンタウン。サンサンタウン。いや、僕サンサンタウンで一回カツアゲされたことある。あれこれもおったね。あの要はらケンメリとか止まってたやん。はい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 。俺このコーヒー青山ってあるやん。ありますあります。こっちな。俺あそこでバイトやったからね。あ、そうなんですか。だから多分遊んでるとこ同じちゃうか。じゃあ、いや多分一緒やと思いますよ。だから自分ら南より北やろ。北です、北です。南より北なんですよ。東通りやろ。そうなんですよ。余る人間ってね、南行くより北なんですよ。いやいや、っていうかなんかあの頃南なかったな。そうです、あんまりな。なんかね、ちょっと待ってください。なんか公園で喋ってるみたいな。いやでもな、どうしてもそうなってまうわ。だから絶対ね、はい、なんか同窓会みたいな気持ちで話せる思うだよ。はいはいはい。いや、それはそうでしょうね。ただ先輩ですからね。あの何年先輩ですかね。4年かな。4年ぐらい先輩だから。うちの兄貴と一緒か。だから山口さんと一緒やん。ちょうどだからね、してあるその山口さんいうのは僕の家の前の人やったんですよ、うん、で山口君は僕の彼女のマブダチの彼やったよね。いじめられたよ。しかかったね。まあ僕その頃僕は足屋でしたけど。嘘つけよ。どうやったんですか、その学生の時は。悪の方やったんですか。うん、悪いうか、まあいろんな遊びしたけど、うん、まあ悪いうほどの遊びちゃうよね、多分ね。あ、そうですか、うん、でもなんかみんなで物パクりに行ったりとかしたんですか。うん、まあまあしますわね。あの人間と一緒におって物パクれへんわけないですよね。まあね、可愛い可愛いことやけどね、もう時効やからあれ。まあまあそうですよ。ね、あの瓶、はい、パクに行ったりとかね。瓶、ほら、よう瓶パクってほら、はい、売れるやん。パクられたことないんですか。まあね。あるな。あの歩道されたとか。あ、歩道、はい、歩道みたいなのはね、まあちょっとねあったけどね。この番組は日本リーバユニチャームとご覧のスポンサーの提供でお送りします。まあ昔のそれはそう、時効ですよ。そんなヨードワン。 She is Gabrielle Anwar. She is a film star. Wow, with such beautiful hair. It's really like silk. 天然の絹から生まれたシルクプロテイン配合、もっとダメージケア、もっと滑らか、髪にシルクを感じます。新しい「ラックスシューパーリッチ」日本リーバー微糖ミルクの BM 甘さすっきり微糖ミルク BM よ。いかが。うん、甘さすっきり BM だ。ポッカコーヒーもよろしく。サンポッカ、太陽の恵み。太陽の恵み 100% サンポッカ。ポッカ白地に赤い日の丸、この国をやっぱり愛している。長渕剛ニューアルバム家族インストアナー。僕らは育ったとこあの辺ですからね、うん、あれが日本国中、下手したら世界中があれやと思い込んでるんですよ。で今こう東京に住んでこう見てみると、いかにあそこの街が異質なもんやったか今わかるんですよ。だってババアが上半身裸で座ってるんですよ。びっくりするって。嘘、ババアが斜めになんねん。なんでかなみたいな、ブッ、平国境に。でも誰も気にせえへん。本当そうなんですよね。で教室に空気清浄機ありますね。麻雀やってるやつおったもんね。後ろでね。いや悪いやついましたよ。小学生で麻雀やってるやついましたからね。くわえタバコでガーッ。もう僕ら小学校の時はもうむちゃくちゃでしたよ。一時期ゲーハ君が流行ったんですよ。知って、給食食べ終わった後に、うん、
なんで今食うた給食を窓の外でほんまにもう人にかかったらガッツポーズだよ。よう背中にね芸かかってるやつがでも今はもう介護でないんですか。あるある。あるんですか。あのやっぱ向こうね友達おるから帰って、はい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 、でもお忍びでしょ。いや自分なんかお忍びで帰ってるらしいやん。なんかちょこちょこっとしてまた帰りました。あお前腰ないです。例えば僕らが大阪とかおってもそんなにあの驚かないと思いますけど、徳永さん大阪とか尼崎とか歩いてたらびっくりするでしょみんな。なんでっていう感じでしょ。なんでこんなとこにおんのっていう感じじゃないですか。いやいや大阪弁しゃべるイメージがないじゃないですか、うん、まず僕らの中で全然知りませんでした。でどこ生まれに見える。なんかおもろいこと言う。いやでもねイメージがないんです。僕はずっと東京の人っていうイメージですよ、うんうん、シュッとしてるじゃないですか。まあここはクルッとしてますけど自分はな、はい、昔1ヶ月とか出たことない。ありますよありますよ。俺一回見たことあんねん。あ、そうですか。うん、喧嘩売っとったで客に。あの忌まわしいあの事件の時ですかね。な、何こいつが客席降りて行って帰れこら笑いになったら帰れって言ってお前何本で入ったんじゃ。3000円かい。よっしゃ3000円返したから帰れ。お前客に3000円叩きつけたの。アホ。その時も僕ずっと一人で漫談やってたんですよ。
いやでもびっくりしてますよやっぱりね、すんごいファンの人は分かるでしょうけど、テレビ見てる人は徳永英明って言うたらなんかほんまにこんなにお前それ古畑任三郎やろ、家でもさす明かりでこうやってるって思ってますよほんまに。自分もなんかなあ中条清にいた感じでなあ中条清にね似てるってよう言われるんですよ似てるおばちゃん連中に。いや徳永さんも髪の毛切ってからナインティナインの岡村に似てますよこれでこれで俺は行ったぞっていう時はいつぐらいでした。いや勘違いしたのはたくさんあるよ。あそうか。だってだからデビューした時も勘違いしてたし、レコーディングスタジオの一番後ろにこう座っててミュージシャンたるものはサングラスせなあかんみたいなのがあって、うんうん、いつもサングラスしてるわけや、うん、暗くてもな、うん、何考えとんねんお前みたいなねでまあ全部終わって、はい、で打ち上げ1次会で、はい、まあみんな盛り上がって、はいはい、2次会行こう、はい、でたまたまね、はい、ちょっと友達に電話しようと思って乾杯の前に友達のとこ電話したのよ、はい、30分ぐらい話してもらってで帰ってきて「あすいません」ってタバコ火つけてな、はい「すいませんじゃあ」っつったらもうみんな誰もグラスあげへんねん、うん、それでそっからもう「お前何様や思うてんねん、眼鏡は外さへん、タバコ吸う、うんうん、待たせる、待たす、でもすんごい焼き入れられて、うん、でそれがあったからね、すごくそっからかなプロになったのはね。だから勘違いっての何回もあんのよ、うんうん、どっかでこう天狗なりかけたまま直してくれる人がいたからよかったですよね。おるそういう人。僕はあんま関係なかったいや、ね、ほんならもうグラサンかけないんですか。だから薄くなったね、なんだ色が
サイズでこそ実現したかった安心があります。多い日のためのスリム、ソフィーサラスリムレギュラー。つけた時深い形になって、シンサイドギャザーが体を包み込む。だからどんなに動いても、どんなに多い日も横漏れしない。ソフィーサラスリムレギュラー羽根付き新登場。超薄でここまで。みんな誰かに大人の通信カラオケ、ついに登場。俺もジョイサウンドで歌ってくれよ。ジョイサウンドメジャー、通信カラオケをリードするジョイサウンドから。お前らが雪国墓地を歌うとはな。冷たい。私たち雪国の出身だから。そっか、たまには帰ってんのか。こんな私たちだから戻れない。泣いてんのか。ジョイサウンド。どう僕たちのどこでもドアらしい発信。昨日は車の中で寝た。誰と。バカ、ドライブ行こうぜ。雪乗っていいかも。青っていいかも。バージョン S 誕生。はいはいはい、The Move東京に初雪が降ったせいか、冬っぽい曲のエントリーが目白押し。 Just like this one。 愛してる。8位に初登場は冬のファンタジー。グループ名カズンはいとこという意味。その通り、この2人の関係はいとこ同士です。カラオケウォーキング、アムロナミエちゃんがなんと1位と6位のダブルエントリー。That's right! No.6 のこのチューンは台東のカラオケ X55 の CM でもおなじみです。優先チョイス、おっと、アムロちゃん、ここでもシャランキューと一緒に1位をゲット。今年はいよいよ本格的全国ツアーを展開するという彼女。武道館公演もあるってんだから、てえしたもんだ。教え込まれた協調性、いい子はいい子でしかなれないよ。もうどうしようもないビンビン来たぬチャンス。先週お休みだった分、新しい曲がずらり。10位のウルフルズなんて珍しい初物もワンクイン。ラストウィークのナンバーワンだったゴーディパーチューズが2位と16ポイントも差をつけて今週もトップ。テレビテーマソング視聴率ポンプ、なんとサザエさん以下5曲全部同率2位。もちろんこの曲も久々の登場、ミスター・チルドレン。この後9時からのドラマ「ピュア」のテーマです。僕も鳥になる。